始まりました大阪マラソンへの道2019。番組アシスタントを務めます福本愛菜です。よろしくお願いします。さあ、そして今日も一緒にトレーニングを頑張っていくのはこちらの3人です。ガオガオ決まりました。今日は何声ですか、はい、今のは。今日ね、基本声、はい、基本声 GT、うん、あ、違う、基本声 Z、基本声間違えてる。いきなりかよ。何でもお前、基本声 Z、基本声 GT というね。あんだけ練習してたのに間違える、はいはい、6回目の放送でもグダグダ感が止まらない大阪マラソンへの道2019。プロジェクトの中心人物は盲目の漫談師浜田雄太郎。なんで見えてない俺に色の説明をしようと思ったんやろ。先天性の視覚障害を持ちながら、それを逆手に取った毒舌で笑いの旋風を巻き起こしています。そんな浜田の伴走者として一緒に大阪マラソン完走に挑戦するのは、芸歴は浜田の先輩、7兆個の吠え方を持つピン芸人ガオちゃん。そして浜田とは同期のフリップ芸を得意とするピン芸人田津原リオン。運動経験が豊富なこの2人を伴走者とし、浜田は3人チームで大阪マラソン完走に向けトレーニングに励んでいます。ゆっくり長い時間走ったり、腕振りに特化したトレーニングを行ったり、少しずつランナーとして成長してきた浜田。今回もトレーニング開始です。さあ、今回はですね、こちら長井公園でトレーニングをしていくんですけれども、ランナーの皆さんがいっぱいいるんですよ、うん、もう今すでにね走っておられる方がいるんですけど、長井公園のコースが1周2813メートル。でかい、でかい、結構でかい。そうで、ここを15周を走るとフルマラソンの 42.195キロの距離になるから、本当に計算早いですね。そうなんですよ。今瞬時にタートレで計算早いな。安全やと思ってるんや。もう6回目の放送です、今回。早いもんでね。12月1日のね、大阪マラソンの本番まで、あと少しということで、気持ちの変化みたいな。確定申告はちゃんとやらなあかんなって。年末の話。すごい出てきましたけど。早いって、年末の話。大阪マラソンの、まあ、気持ちの変化はもう練習してきてますから、うん、もう楽勝じゃないですか、本番は。あら。もうチャンス。急に変わった。もう楽勝でゴールできると思いますよ。変化したよ。コンディションさえ良きゃ40分ぐらいでゴールすると思う。めちゃくちゃ早ない？もうそのぐらいで。見えすぎや。超えない記録叩き出してるよ。ガオちゃんは。チーム力が大事やと思う。チーム力を高めていってメンタルをね、みんなでちょっとつなげて。メンタルをつなげて。メンタルをつなげて。メンタルだけはつながらへんと思う。いろいろつながるけどね。そう。今日も熱いコーチをお呼びしたい。ほんまに？今日はもうええけどな。来るかな？いや、怖いのちゃうかな。来ます。キムカツコーチお願いします。はい、こんにちは。来ました。いいですね。このチームを指導するのは熱い男、キムカツコーチ。マラソンだけでなく、トレイルランやトライアスロンなど走ることに関するスペシャリスト。このチームを大阪マラソン完走へ導きます。そんなキムカツコーチに今回も田津原から恒例の、この前ロケで一番印象に残ったシーンはこれですね、はい、キムカツコーチが滑り台楽しみすぎて、滑り台、滑り台、楽しくて楽しくて、滑り台持って帰ろうとしたシーンですね。持ち上げてるやん。表情がいいですね、これ。表情褒められた。焦りすぎやし、出すとき。まやな。さあ、コーチ、はい、今日はどんなトレーニングをしますか？はい、マラソンってですね、長時間ですから、できるだけですね、気持ちを変えたりするっていうのも非常に重要になってきます。ですので、先ほどね、ガオちゃんが言ってくれたチーム力っていうところも踏まえて、みんなでですね、楽しみを共有する、そういうスタンスで、ランニングをね、今日はしていきたいと思います。じゃあ、ズバリどんなトレーニングになるんですか？はい、マラニックというですね、トレーニングを行っていきたいと思いますが、ということで、今回のトレーニングはマラニック。マラソンとピクニックを融合させた造語で、さまざまなものを食べたり飲んだり楽しみながらゆったり走るトレーニングです。長井公園の周回コースを走りながら、その周辺のお店に立ち寄ります。長井公園でトレーニングを考えているあなた、必見のお店情報をお届けしますよ。走り出す前に今回もエクササイズ、ブリッジなどを行い、運動に体を慣らしていきます。浮かせた状態ですね、はい、はい、足はつかずに逆の足に切り替えますよ、せーの、ポンポン切り替える、そう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 、せーの、ポンポンポン言いながら、ポンポン言いながら
きますよ、はい、せーの、ポンチ、2、3、4、ポンポンちゃうかい、ポンポンちゃうかい、ポンポンちゃうかい。体もトークも温まってきたので今回もトレーニングスタートです。さあそれではマラニックスタートでーす。行きましょう、また行きましょう。これ今走ってる地面ちょうどなんかプールの底みたいなの青いちょうど青いですね。現場情報いらん、あの手の振りが合ってないから君すいません集中します。もう田津原さん呼ばへん集中します。木がね、はい、紅葉というか、はい、黄色くなってきてるよ、木の葉っぱが。秋ですわ。なかなかフラットな道でいいですね。長い一周およそ3キロ走り、周回コースを外れ最初のお店を目指します。2800m さらっと走れた感じありましたね。そうですね、うん、最初も僕らにしたら長いんですけど、うん、走るってことに慣れてるんで、ちょっとウォーミングアップ、やっと汗出てきたかなっていう、もう結構楽勝感ありますね、はい、ということで最初に向かったのは地下鉄長井駅から徒歩およそ5分、長井商店街にあるお店、ハロースイーツデコルパンさん。このお店でトレーニングに最適なドリンクをいただきます。いたします。はい。ありがとうございます。可愛らしい、可愛らしい。僕ら慣れすぎて出ましたけど、これがあの素のリアクションですね。はい、こちらのお店はどういったお店なんですか。見て楽しいスイーツのデコのパンです。デコのパン。はい。タピオカドリンクも置いてあります。タピオカドリンクとかもある。出ました。見て楽しい、食べて美味しい、幸せな気分になるパンの店、ハロースイーツデコルパンさん。 SNS 映えしそうな様々なスイーツやドリンクも販売。その中で今回紹介するのは果実酢ソーダ、ザクロ味と桃味があります。お待たせしました。果実酢のはい、これがザクロです。これが桃です。美味しそう、美味しそう、うん、あーソーダがいい感じ、甘酸っぱい、なんか甘すぎない感じが、うん、すごい桃、初恋の味、初恋の味、この普通のね酸っぱさが走ってるちょっと疲れを癒してくれる感じもありますね、うん、クエン酸がね効果的で疲労回復にも非常にいいですし、うん、そうだ、爽快感が、ね、だいぶ出るでしょ、うん、気持ちも良くしてくれますし、うん、栄養としても疲労回復にもいいですから、すごい最適なドリンクですね。実は僕ら大阪マラソンに向けて走ってるんですよ。そうなんですよ、フルマラソンに向けて。こちらのお客さんもね、住の家から、はい、よくご夫婦で、はい、長井公園向けて走られて、はい、そこで泊まって休憩して、やっぱりちょうどこの、そうか、長井公園からちょっと歩いてこれますもんね、はい、コースの一つになってるんですかね。ちょっと応援のメッセージというか、応援のメッセージ、はい、ちょっと元気をいただいていいですか。僕らもうヘタヘタなんで今、本番も不安なんで、これからまたね、いただきましょう。じゃあ、さてきます、もう一杯作ってもありがとうございます。優しい、素敵なサービスさん、ちゃんと物理的に応援してくれてありがとうございます。すみません、ごちそうさまでした。待ってます。ありがとうございます。まだ慣れてない、嬉しいですね。ノリがいい、ね、再び長井公園に戻りランニング再開。回復しましたよね、バイクね、一回ね、やっぱりフレッシュして、ね、ありがとうございます。僕も走りましたわ、最後もありがとうございます。これ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 よ、嬉しいですね。気持ち緩やかな坂、ちょっと上がります。上り坂ペースだけ上がる。ちなみに豆知識、ガオちゃんは月1回長井公園の近くで散髪してます。どうでもいい。どうでもいい。さらに周回コースをおよそ1周半走り、次に向かったのは藤屋さんというお店。どんなお店なのか、オーナーの藤屋さんにお話を伺ってみると、改めてなんですけど、こちらのお店はどういったお店になるんですか。いわゆるオーガニックと言われる農薬を使わないお野菜とかフルーツとかを中心に加工品とかを揃えてます。オーガニックにこだわるだけでなく、鮮度も自慢の野菜が並ぶ店内。その中でランニング中に特におすすめなのが、
フルーツ。リンゴはこちら今朝入荷した信州から入荷した新鮮スイート。そうです。これは今ふわけたばっかり。なんかリンゴこの新鮮ですね。買ってる感じありますもんね、なんか、ね。なかなか見ないですよね、この感じ。ね、可愛いからやっぱりこう育ててあげてる感じですか？あ、いやいやもう。そういうことじゃない。可愛いからしたいんで。時期的に温度変化が激しいんで、はい、こういう状態に入れた方が極力温度変化がないんで。うん。うわっ、おいしい、ね、ジューシーですね、めちゃくちゃ。うまっ、みずみずしい、ね、え、水分量すごいですね、これ、甘さがすごい詰まってる。走ると、消化の方にエネルギー行きにくいんですね。生のフレッシュな、ね、ものを直接摂取すると消化に負担、全然、まあ、特に果物とかにかからないんですね。そのままの栄養素ダイレクトに吸収できるという絶好の食材です。続いていただいたのが無農薬、さらに無肥料にこだわった熊本産のみかん。うわ、美味しい。めっちゃ美味しい。めっちゃ濃いですね、本当に甘さとその酸味のバランスがすごいいいから、何個でも食べれる。ちょっと疲れてきた体、今、ね、一旦回復しましたよ、ね、僕ら大阪マラソン走るんですよ、実は。ちょっと一言僕らにエールをいただけたらと思うんですけど、はい、頑張って完走してください。はい、お願いします。ガオー。受け入れてくれた。増えましたね。リンゴ消えてきた。再び長井公園に戻り、最後のランニング。ここからおよそ1周半を目標に走ります。足元も不安定になりやすいから。腕振って。さあ、ラスト4分の1ぐらいですよ。もう少しです。はい、ゴールが見えてきました。長旅でした、いろいろありましたね。あー、ゴールが見えてきた。よっしゃー、よっしゃー、入ってきたー、入ってきました。明日このラインで終わりでございます。ゴール、はい、ゴール、オッケー、走りましたね。さあ、結構長い時間をかけて走ったので、ちょっと今までのトレーニングとは一味違った疲れ具合だと思いますが、はい、皆さんいかがでしたか？疲れましたね。いや、もう楽勝でしょ。あれ、あの汗もかかへんしね。いやいや、めちゃめちゃ巻いてるで。全然手かき倒してるんで、楽勝の量じゃないよこれ。本番もね、あの気球はずっと走り続けるわけではないので、食べたり飲んだり、はい、今日もあの、まあ、距離以上に時間としてはスタートしてから3時間とかね、やってますので、まあ、それだけの疲れ感っていうのがまた出てくるから、でも気分はね、あの美味しいものを食べたりとか。そうですね、すごい良かったですね。リフレッシュしたんで、だいぶ塩分食べさせてもらったんでね、普段なかなかね塩分食えてないんでね、その辺もあるんで普通に食事として普通に食事させてもらいました。というわけで皆さん汗も結構かいたんじゃないですか？もうストックないです、汗の。そうね、もうできた。今回はマラニックということなんで、はい、一番最後に銭湯をご用意いたしましたので、みんなで癒しに行きましょう。ということで、マラニックの最後にお邪魔したのは長井公園から一番近い銭湯、鶴岡温泉。こちらの銭湯にはなんと銭湯ランナーの文字が。鶴岡温泉はランナーに優しい銭湯。仕事の帰りなどランニングしたいけどカバンや服を着替える場所がない、そんな時、こちらの銭湯のロッカーに服を預け、ランニングウェアに着替え、長井公園でトレーニング、再び銭湯に帰ってきてお風呂を楽しむことができるんです。この取り組みに加盟されている銭湯は全国に増えてきているそうですよ。みんな立つんですね。これ立ったらあかんだけがルールやね。